諸島の小ボケは、吉野川中流域に位置する渓谷。吉野川東岸の徳島県三好市西谷山村、新道と三好市池田町川崎の境界付近と、その対岸となる三好市山城町、西境の一部を指す総称でもある。峡谷そのものを指す場合は、小ボケ峡と呼ばれることが多い。数キロメートル上流の大ボケとともに、大ボケ、小ボケとして一括りにされることが多い。大ボケ小ボケの名称で国の名勝に指定されているほか、剣山国定公園に含まれている。小ボケ峡の水流は日本一の激流と言われており、夏季には多くのラフティングカヤック愛好者を集める。小ボケ駅周辺には800メートルの間に7つのトンネルが連続しており、列車から小ボケ峡を眺められる時間は極めて短い。小ボケ駅から約 1.5km 下流側で、吉野川に合流する白川谷川の上流の籾山地区には、奥小ボケ温泉がある。なお、中川上流域の徳島県那賀郡那賀町にも、ボケ峡という峡谷があるが、小ボケとは関係ない。一般には、漢字説が有名であるが、昔から、現在の漢字で表記していたわけではなく間違いである。ボケは断崖を意味する古語である。小ボケという音に対して文化12年編纂の阿波市では昭明の字を当てており、明治6年の地租改正の際に当時の3名村は小ボケの字を当てた。この地域の地質は南側帯に属し、偏西岩類で構成されている。戦後、小ボケにダムを建設する計画があった。地元の反対により計画は中止となっている。ありがとうございます。